高音度 ADV 溶撃機とは、基地や艦隊の上空の防御を担当する戦闘機。同じ読みで、溶撃機とも表記する。溶撃戦闘機、溶撃戦闘機、迎撃機、迎撃戦闘機、防空戦闘機、局地戦闘機とも呼ばれる。マルチロール機の発達で、制空戦闘機との区別がなくなり投入任務によって、呼び名が変わるようになっている。溶撃機は、 上昇力、速度が特に必要とされる。地上警戒システムとのリンクも重要になる。国土、都市、軍事施設等を主に爆撃機の攻撃から守るために開発されるため、爆撃機が飛行する高高度へ短時間で到達するための強力なエンジン及び高い水力、重量比、頑丈な爆撃機を撃ち落とすための大きな攻撃力が求められる。 敵機に対してのスクランブルさえ行えれば良いとされるため、航続距離も重視しない場合がある。一方で、長時間パトロール飛行して敵機の来襲を警戒する運用形態もあり、航続距離が長い溶撃機も存在する。特に旧ソ連や戦後の日本のように国土や防空識別圏が広大な国の溶撃機には、比較的この傾向が見受けられる。 洋撃機の開発は爆撃機による本格的な戦略爆撃が始まった1930年代前後であり、この時期より徐々に開発が進んでいった。第二次世界大戦に突入した頃から爆撃機による夜間爆撃が行われるようになり、対抗上夜間戦闘機が誕生した。このため、大戦終結まで2種類の洋撃機、つまり、 溶撃機の一種としての夜間戦闘機と溶撃可能な昼間戦闘機が存在していた。戦後、夜間戦闘機から全天候戦闘機へと発展してからは溶撃機にも全天候性能が必須の性能になり、昼間専用の戦闘機は溶撃に不向きと考えられるようになった。そのため現代の溶撃機は多用途の戦闘機よりも一段優れたレーダー、 電子機器を搭載する例が多い。設計時に溶撃が重視されなかったが結果として溶撃機になってしまった機体やあるいはその逆の機体も存在するため制空戦闘機との明確な線引きは難しい。また当然ながら航空基地が敵の航空機による攻撃を受けた際には その基地の制空戦闘機も本来の任務ではなくても、溶撃に出動せざるを得ない。そのため、戦闘爆撃機や、マルチロール機の種類が増加している現在では、戦闘機の多様とかが進んでおり、純粋な溶撃機としての戦闘機は皆無と言って良い状況である。旧陸軍では攻撃力と速度を重視した戦闘機が、重戦闘機と呼称され、旧海軍では、戦、 極地戦闘機と呼称された。開発思想が必ずしも爆撃機の迎撃だったわけではないが、その使用や運用は溶撃機の考え方とほぼ一致していた。陸軍の軽戦闘機97式戦闘機では1942年4月18日のアメリカ軍による日本本土への同リットル空襲を阻止できず南方作戦に投入していた2式タムザ戦闘機を 急遽、内地に呼び戻し日本初の溶撃戦闘機とした。海軍も当初は零式艦上戦闘機が迎撃をしていたが、B-17 などの銃爆撃機の撃墜は難しいと判断され、雷電や斜め銃を採用した月光などの銃戦闘機が導入されていった。航空自衛隊の F-15J、DJ 航空自衛隊では、現在では、 戦闘機に統一されているが、平成16年度までは、溶撃戦闘機、攻撃機を支援戦闘機と呼称しており、この溶撃戦闘機が略されて、溶撃機と呼ばれていたことがある。しかし、機体の開発を外国に頼っている日本においては、戦闘機採用に際して、常に溶撃能力重視で開発された機体を採用するわけではなく、 既存の外国製の機体を採用せざるを得ないような状況が続いている。航空自衛隊で最初に採用された F-86F は本来は溶撃機ではなく制空戦闘機であった。最初の全天候溶撃機である F-86D 戦闘機はアメリカ空軍で不要となった機体を譲渡されてきた。次の F-140 は 上昇能力に優れるが、レーダー誘導式のミサイルが搭載できず、全天候ミサイル戦闘が不可能であったため、旧式装備である無誘導ロケット弾の搭載を余儀なくされた。次の F-4EJ は本格的な全天候戦闘機であるが、その出自は海軍艦載機であり、開発したアメリカでは、溶撃機として使用した例がなかった。 一方で次の F-15J はアメリカ空軍で溶撃機として運用されるに先駆けて溶撃機として採用されている。なお航空自衛隊の採用する溶撃機には1960年代末から70年代前半にかけてアメリカ合衆国から返還された当初とその海域も防衛するために一定以上の航続距離が求められている。そのため、 1960年代に配備された前述の F-104J では、航続距離の不足が大きな問題となっていた。F-106 溶撃機の開発は他国に先んじており、早くも1937年には専用の溶撃機開発に着手し、総発、総動式の P-38 が生まれた。しかしながら、第二次世界大戦では、 アメリカ本土を爆撃機により爆撃されるような事態は起こらず、P-38 は護衛戦闘機や偵察機として用いられている。太平洋戦線の初戦では、本来の設計思想とは異なる、対戦闘機戦に使われ、格闘性能に優れた日本の戦闘機に燃油を飲まされたこともある。また、ドイツ空軍によるロンドン空襲の脅威から、 敵の夜間爆撃に対抗できる専用の夜間戦闘機が必要と考え P-38 に似た総発総動式でもっと大型の戦闘機 P-61 を開発した。これも実戦配備された1944年時点ではすでにドイツ空軍による本格的な空襲はなりを潜めており夜間に侵入してくる。 ドイツ空軍、日本軍のもはや小規模の爆撃に対する本来、任務の迎撃以外に、連合軍爆撃機の迎撃に飛び立ってきた敵の夜間、戦闘機との戦い、搭載力を活かして、夜間進行用の戦闘爆撃機や、地上襲撃機として利用されることが多かった。第二次世界大戦後、1948年のベルリン封鎖によって緊張が高まり、 1949年に旧ソ連が核実験に成功するとソ連の爆撃機による核攻撃に恐怖を覚えたアメリカ軍ではヤツギバヤに F-94F-86DLF-89 など溶撃機としての全転向ジェット戦闘機の開発を進められていったそして超音速戦闘機の時代に入ってからは F-102 や、その改良型の F-106 のように、大爆撃機に特化した機体を開発していった。また、F-101 や F-104 のように、元来は別任務に開発された、戦闘機であっても、溶撃機としても採用していた。しかしその後、ソ連空軍のアメリカ本土爆撃能力に対する、予想が過大なものだと判明すると、組織改変によって、 航空宇宙防衛軍団が廃止された。この過程で、専用の揚撃機の開発計画。防空軍団廃止後のアメリカ空軍の防空任務は、戦術航空軍団、あるいは空軍移衆兵の担当とされた。使用された機体は F-15、F-16 であり、制空戦闘や迎撃にも用いることができる、多用途機である。初期型の F-16 は、 赤外線誘導のサイドワインダー空対空ミサイルと M61 機関砲を装備する昼間、制空戦闘機であり、溶撃機としての使用には難があったため、空軍周辺に配属された機体には、スパロー、AIM-120 アムラームの運用能力を付加する改造が行われた。現在の F-16 は、最初からアムラームの運用能力を持っている。 アメリカ海軍の F-14 は艦隊防空を主任務とする揚撃戦闘機的な性格の強い機体であった。同期に搭載された長距離迎撃用の火器管制装置 AIM-54 フェニックスは空軍と海軍の共同開発であり空軍用としては陸上揚撃機に搭載することが目的であった。しかし常述の通り空軍の揚撃機としては 採用されず、また、イージス艦の収益やソビエト連邦の崩壊により、この種の専用機が配備される、必要性が小さくなり、F-14 は、すでに退役済みである。ミッグ -31 ソ連ロシアでの正式名称は、迎撃戦闘機で、略称として、迎撃機という語も用いられた。アメリカ軍に比較して、ソ連軍は、 特定の目的に特化したものを開発する傾向があり、また空軍とは別に、防空軍を設けるなど、国土防衛を重視していた。レシプロ機の時代において、世界初の実用低翼単位を引っ込め足、戦闘機として知られる I-16 は、従来の対戦闘機戦闘を重視した、運動性を追求した機体ではなく、速度性能と、 大型機に対抗する火力を重視しており、現在でいうところの溶撃機としての要件を満たしていた。ジェット機時代になってからは、約 -25、約 -28P、ス -128、ス -15、ミッグ -25、ミッグ -31 といった迎撃戦闘機が多数開発されて、運用されていた。これらの機体には、 同時代に輸出にも振り向けられた前線戦闘機よりも高度な電子機器が装備された。逆説的に高度な電子機器を装備した戦闘機は機密保持のために前線には出さずに大撃任務に振り向けていたとも言われている。 こうした機体はより新しい機体が開発されて、旧式化すると空軍に回され、一部が旧東側諸国に転売されていった。迎撃戦闘機として開発されて、後に空軍へ配備されて海外にも多数輸出されて、国外生産までなされたミッグ -19 は、その代表格である。また、こうした機体の特徴として、 ミサイルが使用されるようになった当時は、原則、前線戦闘機に、必ず機体固定式機関砲が搭載されていたのに、対して、迎撃戦闘機に、機関砲が装備されなかったということが挙げられる。だが、防空任務に、機関砲が不要になったわけではなく、迎撃戦闘機には必要に応じて、機関砲コンテナーが用いられていた。しかし、技術の進歩は、 前線戦闘機と迎撃戦闘機のこうした住み分けに大きな変化をもたらした。その契機となったのは捜索レーダーを搭載し中距離ミサイルを運用できる前線戦闘機 m i 二2 3の登場であった。初期シリーズに次いで開発された m i 二2 3 m l は後続距離こそ同時代の迎撃戦闘機より短かったものの戦闘能力においては スマイナス 15tm を凌駕しており、ミッグマイナス 25pd を十分、補佐し売るよう撃機であった。このため、ミッグマイナス 23ml は迎撃戦闘機として、防空軍にも採用されることになり、機機等を防空軍基準に合わせた発展型ミッグマイナス 23p が開発された。また、ベレンコ注意の亡命事件を受けて、ミッグマイナス 25p を、 PD 規格に改め設計する際に用いられた技術は MIG-23 にも応用された。MIG-23MLD において空軍向けの MIG-23ML、MLA ML と防空軍向けの MIG-23P が一本化され、前線戦闘機と迎撃戦闘機の区分が消滅した。MIG-23 の登場に前後し、 捜索レーダーを搭載しある程度のミサイルを運用できる戦闘機は、多様と戦闘機と呼ばれるようになった。これは、こうした機体が空軍でも、防空軍でも運用され得ることを意味していた。一方、ミッグ -25PD、ミッグ -31、スマイナス15などに関しては、空軍での運用が考慮されなかったため、一貫して、迎撃戦闘機と呼ばれた。だが後に、 これらのうち一部の機体は空軍に転用されて、その場合には、多用途戦闘機と呼ばれた。ミッグ -23 に次いで開発されたスマイナス27は、当初より長距離飛行能力が考慮されており、迎撃任務もこなせるだけの潜在能力が付与、されていた。これによりスマイナス27の一部は、防空部隊にも配備され、ミッグマイナス31と共に、 ソ連の防空の変翼を担っていた。ソ連崩壊後は予算の問題や用途が限られていることなどから迎撃戦闘機の多くが退役して残りの機体も退役する傾向にある。現在、ミッグ -31 はその中でもロシアやカザフスタンにおいて主力迎撃戦闘機として運用されている。また、ソ連は国土が広大な国であるためむしろ前線に配置する。 前線戦闘機の方が、航続距離が短く、戦術の通り、防空に用いる迎撃戦闘機の方にこそ長い、航続距離が求められた。ありがとうございます。